GQ ジャパンをご覧の皆さん、こんにちは、リサです。10エッセンシャルズ、自分にとってなくてはならない10個のアイテムを紹介します。それでは行ってみましょう。最初のアイテムはカメラです。自分がデビューするときにみんなに見つけてもらうためにブログを始めました。でその時にカメラで写真を1枚撮って、その写真についてこう思うことや一緒にこう付随した内容を書いていくっていうことをしていきました。なので最初はブログを書くためにカメラを始めていたんですが、いつの間にかハマってしまってこれが一番最初のニコンの GX です、ね、で一回こう大きなカメラにもいろいろ行くんですけど、最終的にはライカ。すごく黒がかっこよく撮れるので、私はコンクリートを撮ったりとか、建物とか建物の壁、ちょっとした陰影がすごくかっこよく出てくるので、これは、フィルムのカメラなんですけど、こうついついライカーがすごく使いやすいのでライカーをずっと使っていると、これも今11枚ってなってて、この11枚何を撮ったのか覚えてないから現像した時にそれこそ1年前の写真が出てきたりとか、なんかそういうこうちょっとタイムスリップした感覚もすごく楽しめます。続いてのアイテムはミニオンです。怪盗グルシリーズの時から大好きで、当時日本ではまだ全然こうグッズがなくて、海外にツアーに行くたんびにミニオンを集めてました。各国のファンの方たちがいろんなミニオンをこう私に集めてきてくれて、あそこに行ったらあんなのがあるよ、ここに行ったらあんなのがあるよっていうのをたくさん教えてもらいながら、こうミニオンを見つける旅を一緒にしていました。その中でもこのビードはシンガポールでゲットしたビードです。もうこのアイテムがどうしても欲しくて、でシンガポールに行った時にゲットしてきました。でそれと同じようにこの子も音が鳴るんですけど、これは Bluetooth のスピーカーになっています。なのでミニオンと一緒にこう音楽を楽しめるようになっています。これはライト。あとはじゃーん、ミニオンが好きすぎて声優にもチャレンジさせていただきました。そしてこれはコラボでグッズを作ってもらいました。ずっと好きだ好きだって言って、本当にグッズをもう本当にお家が黄色くなっちゃうぐらいグッズをたくさん集めているので、それをこう言い続けていたら声優として映画の中でミニオンと関わらせてもらえる役をいただいて、一つ夢を叶えてもらったような気持ちでした。続いてのアイテムはノートとペンです。歌詞を書く作業だったり、日々のことをこう書き溜めることだったり、頭の中を整理するという意味でもすごくノートとペンは毎日書き留めるようにしています。ここに昔のノートがあるんですけど、これは11年前のノートですね。その時はもう1から100まで全部 MC も自分の動きも書いてました。こんばんは、リサです、最高に楽しみましょうって書いていて、今もその MC が続いています。今は最高に楽しんでいきましょう、ピースっていう合言葉をこうライブの中で一番最初にみんなでやるんですけど、こっちが最新。だいぶ MC も大まかにこうなんとなくこういう会話をしようかなみたいなことは考えるけど、文字の量が全然違う、変わったなと思っています。で自分の気づいたことを毎日メモするノートもあって、言葉にするまでの思いが大切って書いてあったりとか、なんかその日に気づいたことを忘れないように自分の心にこう刻むような感覚でこうその言葉を思ったことを書いていくっていうことをするノートがあるので、そのノートはたまにこう読み返して歌詞の一部になったりとかしますね。続いてのアイテムはマイクです。シュワのベータ57のハンドマイク。ライブで使っているものはワイヤレスといってこう線がつながっていないマイクを使っているのでこれではないんですけど、このマイクは私が一人でスタジオで歌を練習する時のマイクです。私の声自体がこのマイクがすごく自分のこう感覚的にとても聞きやすくて、こう自分の歌をニュートラルにするためにこのマイクで新しい曲を練習したりとか、一人でスタジオに行って自分の感覚を確かめる時にずっと使っているマイクです。場所によってこう自分の耳の感覚だったりとかマイクの感覚だったりとかが全然変わってきてしまうので、そういう
時にも会場でこの57のベータを出してきてもらって、ワイヤードで一回自分の感覚を確かめた後にその会場の鳴りだったりとか自分をニュートラルにする。私自身こうずっとライブハウスでバンドをやっていたので、自分の歌の感覚っていうのがずっとこのマイクとともにありました。なのでどんな状況に行っても自分の感覚に戻れるようにこのマイクがずっとお供でいます。続いてのアイテムは、頑張れ頑張れピンクのカラーバターです。こうよくピンクをどうやって維持してるんですかっていうふうに聞かれるんですけど、日々自分でこれをせっせとお風呂で入れています。でこれはあのカラーバターっていうものをあの美容師さんにその時々の色合いに調整してもらって、これは薄いピンク、今この髪は薄いピンクを入れてこうなっています。薄いピンクがで私のこの今の髪は表が薄いピンクが入っていて中に濃いピンクが入ってるんですけど、この濃いピンクっていうのを自分でこうグラデーションで色分けをして、濃いピンクのところには少し濃いめのピンクが、はい、入っています。ソロデビューする前に、テレビアニメの劇中バンドの楽曲でデビューさせてもらいました。その時のこう私が担当させてもらったキャラクターのこう髪の色がピンクでした。そこからこう私のライブではみんながペンライトをピンクにしてくれるので、こう私のイメージからはピンクだなとずっと感じていて、いつかこう自分が髪を染めるんだったらピンクにしたいなと思っていました。なのでみんなが決めたヘアの色ですね。続いてのアイテムはチェックアイテムです。チェック柄の洋服やこうグッズがとても多いです。子供の頃からパンクロックがとても好き でパンクロックをルーツにしたバンドを地元でやっていました。そんなこともあってあのチェック柄っていうのはすごくアイデンティティの一つでした。なのでその名残というか、なんかやっぱり今もチェック柄っていうのはすごく好きで集めてしまいますね。私の世代はやっぱりアブリル・ラビーンさんがみんな大好きでしたので、私が子供の頃好きだったパンクをすごく引き継いだ楽曲やファッションをしてくれていたので、アブリルの影響はすごくあるような気がします。学生の頃にあの自分が一緒にバンドを組んだみんながパンクロックがとても好きで、こう私にパンクロックを植え付けてくれたのはその学生の頃のメンバーでした。中学校3年生ですね、ボーカルでした。楽器をやろうと思ってアコースティックギターを家で触っていたところ、母に三味線弾いとるんかと思ったって言われて、もう一生ギター触らんと思いました。その時は。続いてのアイテムはあったかグッズです。私はとても寒がりでして常にこの暖かグッズを持ち歩いています。夏でも冬でも歌唱するときに体が温まっているっていうことが私の絶対条件になっていて、特に喉を冷やさないようにするためにこれ、ここにここからお湯を入れてこう湯たんぽのように使えるんですけど、これをこう首に巻いていたりとか、これもお湯を入れて腰に巻いて、そしてこれは足首まで温まっています。番組やライブ、ツアーや、フェス、どこでもこれを持って行って常に体が温まっている状態からライブを始めます。真っ赤なこの着る毛布は移動中も常に持っています。これは氷のうです。お湯を入れてこうライブ前に喉を温めたりとか首を温めたりとかするんですけど、ライブが終わった後にはこの中に氷水を入れて使った筋肉を冷やすっていうことを必ずしています。続いてのアイテムはあんこと赤味噌です。私の地元は東海地区ということもあって、この米田のあんこはすごく食べ慣れた味がしています。必ず一つは冷蔵庫に入っていて、パンに塗ったりとか、あとミルクに混ぜて飲んだりとか、こういろんな使い方ができます。米田に行くとパンにそんなに乗らないよっていうぐらいのあんこがたくさん出てくるので、それが染みついてます。これぐらい盛ります。お正月になるとお餅を自分たちでついて、おばあちゃんがそのあんこをこうゆで小豆から作ってくれるので、お祝いの時
とかこう嬉しいことがあった時に食べるという、こう自分の中でもすごくこう贅沢なご褒美のような感覚があります。赤味噌も私が多分東海地方出身ということもあって、やっぱりお味噌汁を飲む時に赤味噌で飲むことが多いです。特にこっちは八丁味噌、すごくこう味が濃くてお味噌汁にするととても美味しいです。赤だし味噌なんですけど、私はとんかつが大好きなんですが、東京でこう味噌カツくださいって初めて言ったんですけど、そしたら味噌カツありませんって言われてすごく驚いた記憶があります。東京でも味噌の、とんかつが食べたいなと思って、とんかつをするときはこれをつけて食べています。続いてのアイテムはドクターマーチンです。アーティスト写真を撮るときや自分がライブをするとき、ずっとドクターマーチン履いています。8ホールのこの真っ黒のブーツはもう5代目ぐらいなんじゃないかな。この子は初めての武道館の時にどうしても履きたくて買ったドクターマーチンです。チェック柄もすごく好きだし、このスタッツ柄もすごく好きで、こうリサとして日本武道館に初めて立つ時にはこのアイデンティティを持って私は立ちたいと思ってこの靴を選びました。リトルデビルパレードというジャケットを撮る時に見つけてきたドクターマーチンです。この時こう私は紐を変えることにすごくこだわっていて、いつもこういうリボンだったりとか異素材のものをこう紐としてつけるっていうことをすごく大事に履いていました。30から50足くらいありますかね。高校生の時は3アイレットのマーチンがすごくこうみんな履いていて、私もいつかあれ欲しいなって。でも結果こうやっぱ自分がハイカットの方が履きやすかったので、初めて買ったのはもうブラックの8ホールのマーチンでした。続いてのアイテムはのどケアグッズです。のどケアにはとても気を使っています。この加湿器はもういつどこでも一緒です。携帯用の吸入器も常に持ち歩いていて、こう喉を潤すグッズが蜂蜜だったりとか漢方みたいなこうお薬だったりとか、そしてスロートコートと呼ばれる喉を潤す紅茶などが揃っています。こっちの吸入器はすごくパワフルで、温かい蒸気が出るので喉を潤すのに最適です。乾燥する季節必ず使います。あ、見えなくなってくる。ライブの前日は必ずお肉を取るようにしています。油分とかエネルギーにすぐ変わるお肉を食べます。やっぱりこう喉を潤す役割をしてくれるので、一時期オリーブオイルを直接飲んだりもしてました。私の10エッセンシャルズいかがだったでしょうか。私も改めてこう10個自分のこう大切なものをこう並べてみて、私自身だなと感じました。10エッセンシャルズ、リサでした。また会いましょう。今日もいい日だ。バイチュー。